顔色がない。 Hey guys、 ちょっと待って、あ、これぐらいかな、リップだけ。So today I'd like to share you a struggling time with my thesis. Currently, I'm writing a thesis as always, and もうすぐ締め切りなので激焦り中なんですよ。もうすぐ締め切りっていうか、多分もうすぐのレベルが。Hey guys, so 今日はなんで違う卒論に追われる学生の日常ということで、リアルな日常ということで皆さんにお届けしたいと思います。あ、コンビ入れるの忘れた、せっかく。今日はさっきグローサリーショッピングに行って、帰ってきて朝ごはん食べないでグローサリー行ったので、お腹がペコペコだったので今からお昼ごはんを食べます。今日はさっきも作ったかもしれないけど、鍋と鶏肉のソテー、塩麹焼きと卵焼きとちょっとしたサラダと黒豆玄米茶です。なんか本当は親子丼にしようかなと思ったんだけど、ご飯炊いてる時間待ってらんないやと思ってもうお腹が空きすぎて、はい、ちょっと白飛びしてるね私。そんなことない、多分メイクを最低限しかしてないから薄いんだと思う。ちょっと全然ご飯は釣らないけど、じゃあお腹が空いたので食べたいと思います。あ、こんな感じかな。あ、いい感じ、いい感じ。はい、今日はなんで急にブログを撮ろうと思ったかというと、私は大学院には行かないので、今後も行く予定がなくて、私は大学院に行かなくて、で今のところ大学院に行く予定がないので、卒論とかそういう論文系で苦しむ時間っていうのは多分おそらく最後なのね、これが。だからちょっと思い出に動画回そうと思って、余裕ないけど。うまっ。ということで動画を回してます。で今卒論何ページとかは多分うちの大学はないんだけど、うん、っていうか大前提が卒論を書かなくても卒業できる大学で、 APU が、なんだけど、なんで卒論を書いてるかっていうと、私が取ってる学部が、APS っていう学部で、アジア太平洋学部なのね。それでアジア太平洋学部は結構分野が広いの。メディアとか文化とかのことを学べたり、国際関係論だったり、私が専攻してる環境学とか、あと観光学、4つのクラスターがあるわけね。で一応専門は選ぶんだけど、どの科目も結構広く浅くみたいな感じだから、結局卒業するときに何を勉強したかわからないっていう問題が生まれがちな学部で、でせっかく大学に高いお金払って行かせてもらうから、私は何かしら、これを学んだって一つ言えるものが欲しくって卒論を書いてます。はい、そんな感じですね。
で、卒論あ、そう、何ページとかはないんだけど、一応目標、あ、英語で書いてて、多分おそらく60ページは絶対超えると思ってて、だけど今はまだ40ページしか書き終わってなくて、で、やばい昨日なってて、すごいメンタル的に来ちゃって泣いちゃったんだけど卒論で泣くと思わなかった。なんか出せればいいと思ってるから泣いちゃって、結構メンタルやられたんだけど、でも YouTube 調べてみたらね、1週間で書いたとか、先輩が3日で書いたよって教えてくれたりとかして、あ、私頑張れそうだなと思ったので、これから卒論書く子たちは私を見て頑張れそうだなと思ってもらえたらなんか卒論書く子にアドバイスをするとすれば、絶対締め切り間近にやろうとしないでコツコツ書き進めていくことが大事だと思います、うん、私は本腰入れて書き始めたのが12月とかぐらいだから、うん、めっちゃ遅いのね。こんな感じで今日の様子をお届けするので楽しんで、まあそんな感じで今日の一日の私の様子、あ、今日やることは thesis、卒論を書くことと、まあそれはもちろんなんですけど、あと4日しかないから、あと実は今ビジコンにも出てて、その準備もしなきゃいけないので、卒論と、あと先生とコンサルテーション、相談、コンサルテーションってなんて言うの、そう、相談会、先生と1対1で、あ、ミーティング、うん、アドバイスをもらう時間を設けてもらったので、それとあと、そのフィジコンの準備の3つです。はい、楽しんでみてください。楽しんでみてくださいっていう、これはまあどっちかっていうと私の記録用なので、温かく見守ってもらえると嬉しいです頑張ります。はい、ご飯食べ終わったのでコーヒー飲みたいんですけど、あ、これ今レイコちゃんのブログ見てます。レイコちゃんとか言っちゃった、 YouTube のせいで、レイコさん、はい、でコーヒーは今のお気に入りがこれなの、ピエールエルメとネスプレッソ、逆だったコラボしてるやつで、これがめっちゃ美味しいんだ。なんかベリー系の香りのするフレーバーコーヒーです。あれ泡立てたはずだったんだけどただのラテになっちゃったまあいいや、はい、めっちゃいい香り、ベリーにも。今、ゼミの先生とコンサルテーションが終わりました。 I had 30 minutes to talk with my prof about my thesis and he gave so many advices to finish up my thesis。 なんていうの、なんか、I said chapter, the number of my thesis had 7 chapters,
but he suggests me to cut down some chapters and no, eight chap my originally I had eight chapters for my thesis, but he suggests me to cut down two of them. So now I have six chapters and I already done with chapter three, and I will finish up chapter one and two today. And yeah, chapter four is kind of done, so I still have two chapters, but 書けそうな気がするちょっとマジで時間ないけど頑張ります。はい、夜ご飯はさっきの鍋の残りを食べたいと思います。なんか時間ないからさ、そんな毎回作ったり暇ないなと思って。でさ、そういう時って鍋ってめっちゃ便利じゃない？なんか飽きないしさ、入れるもの変えたら取り間煮込めば出来上がるじゃん。で、あのね、あ、一応水炊きみたいな感じなんだけど、あ、先昆布も足してなんかなんていうんだ、スープがすごい綺麗だったのさっきまで。なんだけど豚肉食べたいなと思って豚肉入れたら汚くなっちゃって残念でした。まあ仕方ないよね。いただきます。はい、とりあえず今12時過ぎなんですけど、今日は2冊ぐらいあのペーパーを読んで、本当はイントロとリテラチャーレビューをちょっと書きたかったんだけど、それは終わらずイントロはまあでも多分なんとなく書くことが分かってきたから明日中には終わると思う。リテラチャーレビューは明日中に終わらせます。あ、カメラがちょっとどうして、まあいいや、もうしたからね。はい、リテラチャーレビューは明日中に終わらせますって先生に言っちゃったけど多分終わらないと思う。そんな感じです。そして今の状況としては、先生に今サマリー、チャプター1、あーもうまただよ、もう腹立つんだけど、もう、はい、そして今の状況としてはチャプター1のサマリーを先生に提出したところです。はい、で今日はちょっと今本当にアージェントでやらなきゃいけないことがあるから、そっちをちょっと卒論より先、あ、えらい、危ない、また落ちそうだった。なんでこれ勝手に回るの、ちゃんとストッパーかけて。はい、大丈夫になったはず。はい、でチャプターの、あ、違う、卒論よりもアージェントってどういうことって思うかもしれないけど、ちょっと明日プレゼンテーションをしなきゃいけなくて、アップデートがないのはさすがにやばすぎるので、もうそれ全部放置して卒論やってたからね。あのまずこんな時期になんでそんなことがあるんだよって感じだけど、まあ私がエントリーしたからそういうわけなんですね。はい、なので卒論より、はあ、今晩中に終わればいいんだけど、そっちを優先させてとりあえずやります。目標は2時に終わらせて、お風呂に入って3時に寝て、明日の朝何時に起きようかな。でも明日の朝早く起きた方がいいよね。一応私の携帯上の予定では明日は9時にはやること始めてるから、には起きてるって思うと、やっぱり今日3時まで起きてるのは現実的じゃないので、
とりあえず今から一回シャワーに入ってきたいと思います。シャワーに入ってきて、それで、はい、そこから1時か2時、あ、シャワーダッシュで入るので、今12時半ぐらいだけど、1時ぐらいには寝る準備を終わらせて、2時までかな、2時まで作業をして、明日の朝8時に起きて、8時からやることやれるように、はい、頑張りたいと思います。でもね、実はラテ飲んじゃったの、あのヨーグルトドリンクの後、ちょっと元気だから、ね、今日コーヒーこぼしちゃったんだ。しかもコンサルの前に、結構焦った。で、だから急いで洗濯物も回したので、はい、そんな感じですね。じゃあお風呂入ってきます。Happy life, beautiful star, don't you need。 最近はチェーンソーマンの曲を聴くのが好きです。That's all for today's vlog. Thank you guys for watching. See you guys in my next video. Bye!